皆さんこんにちは、優しい内科医の山村そうです。本日はビタミン D を取ることで筋力アップ、筋肉量減少予防というテーマでお話しできればと思います。最近は男女問わずランニングしたり筋トレをしたりする人増えてきているのではないでしょうか。私の周りでも増えてきているように感じます。いろんな動画で筋肉をつけることで基礎代謝が上がって、肥満や糖尿病の観点でも良いですよ、予防できますよ、体重を落とせますよとお伝えをさせていただいております。そうした取り組みの強力な味方になってくれるであろうビタミンについて今回はご紹介をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速ですが結論です。本日取り上げるビタミンはズバリビタミン D です。ビタミン D と筋肉がどんな関係があるんだろうと思われがちですが、実はあるんです。ビタミン D は体内へのカルシウムの取り込みを増やして骨を増強する重要な役割、これはご存知の方も多いと思いますが、本日はビタミン D と筋肉に関する研究をご紹介していきます。まず中国で行われた研究についてご紹介します。19歳から29歳の約40人を対象に、筋トレプラスプロテイン摂取プラスビタミン D を摂取する、こうした群と筋トレとプロテインだけ摂取した群、このように分けてその効果を比較した結果があります。その結果、ビタミン D を摂取した群ではわずか5週間のトレーニングで大腿筋、太ももの筋肉ですね、この厚さ、周囲形、断面積の大幅な増加を記録しております。さらにビタミン D を摂取していた群では、筋トレだけを行った群と比較するとレッグプレスと呼ばれる筋トレにおいて重量アップを大幅に達成することができたのです。タンパク質の摂取量に関しては両群とも十分に摂取できていたということで、筋トレにプロテインだけでなくビタミン D も組み合わせる、そうすることで筋肉量と筋力に有益な効果が示されました。また名古屋大学の先生方の研究で、血中のビタミン D の濃度が低地の方の4年後の筋力の変化、筋量の変化、さらにサルコペニアの新規の発症についてなど調査されて、愛知県大府市東浦町に在住している40歳以上の中高年者約2000人を対象に行われた大規模研究です。研究に参加した方々のデータを解析し、ビタミン D 欠乏群と充足群を比較したところ、ビタミン D 欠乏群では筋力低下が進行し筋肉量が減少し、そうした原因によるサルコペニアの新規発症件数も優位に増えてしまったということが明らかになりました。このことはビタミン D が不足していると将来筋力低下を招いて、結果として最近問題となっているサルコペニアの罹患率が上がることが示唆されます。他にもアメリカの研究ではビタミン D の血中濃度が最も低いグループは最も高いグループに比べて糖尿病の発症率はなんと5倍も高かったという驚きの結果が出ています。ビタミン D の欠乏が筋肉量の減少を招き、インスリン抵抗性を上げて糖尿病を発症させているという可能性が示唆されています。これらの研究によってビタミン D と筋肉における極めて密接な関係が分かってきました。皆さんもお分かりいただけたでしょうか。筋トレをしてしっかりタンパクを取ることに加えてビタミン D も積極的に取っていただくことで筋量を増やし、また筋力を維持することも期待できそうです。冒頭でも触れましたが、筋肉が増えると基礎代謝が上がってダイエットにも効果的です。また基礎代謝が上がることは血糖値の観点でもプラスになりますので、ビタミン D の摂取をぜひ心がけていきましょう。ただし厚生労働省によるビタミン D の推奨摂取量は 8.5 マイクログラムなんですが、成人の約 80% がそこに満たない、不足しているようです。ここではビタミン D を多く含む食品をご紹介させていただきます。何を摂ればビタミン D をしっかり摂ることができるんでしょうか。まずはキノコ類、そしてサンマや鮭などの魚介類、また卵にも多く含まれると言われています。ビタミン D は油に溶けやすい脂溶性ビタミンの一つなので、キノコ類は炒め物などで油と一緒に摂取すると効率よく吸収されます。また先ほどお伝えした推奨摂取量 8.5 マイクログラム、
これは魚に換算するとサンマ1匹だったり、鮭では含有量が多いので切り身1切れでも十分に補うことが可能だそうです。ぜひ参考にしてみてください。ただし以前ご紹介したマグネシウムの時と同様に過剰摂取にはくれぐれもご注意ください。ビタミン D も過剰摂取してしまうと健康を害してしまう可能性が知られています。ビタミン D の摂りすぎによって高カルシウム結晶が引き起こされ、血管の壁や腎臓、心筋、肺などにたくさんのカルシウムが沈着します。その結果として筋機能障害や食指不振、嘔吐などの症状が現れる可能性があります。何事も摂りすぎにはご注意ください。以上、本日はビタミン D を摂ることで筋肉アップ、筋肉量減少を予防というテーマでお話ししました。ぜひビタミン D を多く含む食材を積極的に摂ることを次の食事、明日の食事から実践してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。